盗まれちゃったみたいですね。なんだか、そこのワルンに鍵を預けていて、その鍵を狙われて取られて、そのまま、車持ってかれちゃったみたいです。ちょっと怖いですね。はい、おはようございます。バリ島から有本圭です。昨日ね、実は、車の盗難があったんですけど、無事見つかったみたいです。よかった。特にね、ガイドなしでサーフィンしようとしてる人たち気をつけてください。結構狙われますんでね。盗まれた人たちも、ジャバの人たちで、狙われてたみたいですね。まあ出てきたんでよかったんですけど、今日は、また、昨日と同じビーチにやってきました。波はまあまあ、なんか昨日よりちょっとありそうですね。ちょっと映像でご覧いただきたいと思います。